パリオリンピック2024柔道混合団体、大会9日目イコール日本時間4日、シャンドマルスアリーナ、日本が2大会連続の銀メダルを獲得した柔道混合団体。その、抽選方法、が話題となっています。日本は男子90キロ級で村尾三四郎選手が勝利、女子70キロ超級で高山理香選手が勝利し連勝。 しかし男子90キロ超級では100キロ超級金メダリストのフランスのテリー・リネール選手に斉藤立選手が敗戦。その後3勝3敗で並び、最後の対戦カードを決める抽選が行われました。決勝前からこのデジタルでの抽選方法には、コンピューターの抽選はちょっとな、不正し放題と疑問の声も。そして迎えた抽選で選ばれたのは、絶対王者リネール選手の登場を意味する。 プラス 90kg の文字。これには、絶対にリネール出てくると思った、リネール確定ガチャなどの声が上がっていました。斉藤選手はリネール選手との代表戦に敗れ、日本は2大会連続の銀メダルとなりました。